皆さんこんにちは、ともやです。もうね、年末休みに入ってるんですけど、なんかね、 YouTube を動画撮ろうかなと思ったんですけど、だいぶね、ネタ切れで全然撮ることなかったんですよね。何撮ろうかなって結構迷ってたんですけど、まあなんかね、皆さんが見たいもんとかあったらやってみようかなと思いますね。お正月どっか行きますか、皆さん。まあ、見てくれてる人、最近はね、30人ぐらいしか見てくれてないのかな。最低でも100人ぐらいは見てほしいなと思ってるんですけど、まあ、そんぐらいで、ね、まあ、これからあと3年4年単位で1000人1万見てもらえるようになりたいですね。まあ、僕がね、ただ自由に喋ってるだけなんですけど、見てくれてる人が増えてくれば、なんかね、もっと大きく幅広くできるのじゃないかなと思うんですけど、このままのね、視聴回数とかあれやったら、もう僕はね、ずっと喋ってるだけで終わっちゃうんで、ちょっとね、広めてもらって、ちゃんと有名な YouTuber とかとコラボしたいですね。結構ね、始めたての時に、僕、姫路出身なんですよね。で、姫路出身で有名な YouTuber が、ヒカルさんっていう、まあ、めちゃくちゃ有名な、すごいお金持ちっていうね、のでみんなに知られてる大物 YouTuber なんですけど、金持ち YouTuber、 その人があれ何でしたっけ、名前忘れたんですけど、カードショップの店長さんっていうやつで、動画に出してたんですけど、その店長が開いている有楽社に行ったことがあるんですよね。で、なんかね、 YouTube 始めたって周りの人に言ってたら、その姫路屋から有楽社の人とコラボしてもらいみたいなことを言ってて、で行ったことがあったんですよね。で、すいません、コラボお願いしますって言ったら、あのね、うちそんなのやってないんですよって言われた時に、結構ね、何人も来てるような状況だったんで、また来たんかみたいな感じの雰囲気だったんで、あ、やっぱそういう人が多いのかなみたいな思いましたね。確かにチャンネル登録者数100人ぐらいの人が来られても迷惑やなっていうのも、まあ、それにね、ちょっとなんていうんですかね、それに、まあそういう人らにね、コラボしてもらえるようになりたいですよね、この25歳までに。まあそこまでいかんかったらもうすぐ辞めるんで、ちょっとそれが目標ではないですけど、まあいろんな人とね、コラボして、ちょっとね、考え方を深めたいなっていうのがありますよね。どうしても僕結構考え方が偏っちゃうんで、そういうのは良くないなと思うんで、結局硬い人って何しとってもやっぱ一緒だと思うんで、成長はできんっていうのは思うんで、そういういろんな人と喋って勉強してね、まあ、大人として成長していけたらなって思うんですよね。 YouTube でずっとね、会社でミスして怒られてばっかりなんですけど、まあ、将来的にはね、まあ、10年後20年後にね、そういうミスせんようになれば僕は全然ええと思うんで、本当、まあでもネタ切れですよね。まあこんな感じで皆さん良いお年を。多分ね、このチャンネルは最後になるのかな。ちょっとね、気が向いたら1本か2本ぐらい出すんですけど、そんな感じで終わりたいと思います。それでは、バイバイ。